オープン戦阪神2、5ヤクルト、9日、甲子園。阪神がオープン戦の球団ワースト記録を更新する開幕8連敗を喫した。写真、浜田に押し出しの支給を与えた阪神・岩佐だ。14年のオープン戦では初戦に引き分けてから7連敗を喫していたが、これを超えた。前年のリーグ優勝チームがオープン戦開幕8連敗は、 オープン戦の記録が残る65年以降では初の珍事。この日は今春初めてアルプス席が開放され、今季最多3万162人の観衆が入ったゲーム。気温10度を下回る寒空の下観戦した虎島から、ため息が漏れた。先発の富田連投手、22、は4回2失点。初回の立ち上がりこそ三者凡退で発進したが、 2回はヤクルト内山にソロ本塁打を浴びた。4安打3四球ながらピンチで粘り、試合を作った。打線は4回に前川右京外野手、20、の敵地二塁打で反撃。小畑隆平内野手、23、の義比で同点に追いついた。前日8日に大量失点の要因となる失策を犯していた若武者が、汚名返上とばかりに躍動した。 ドラフト2位の椎葉シ投手、21イコール四国 IL 徳島が5回から登板し、プロ初の連投で1イニング無失点。新スケットのハビーゲラ投手、28イコールレーズが6回に投げ三者凡退の無失点に抑えるなど、各投手も調整に励んだ。4番手の岩佐優太投手、32が乱調だった。7回から登板。 死球と自らの失策で虫万類とすると、浜田に押し出し支給で失点。北村拓には義比を許し、育成の岩田には敵地打を浴びた。三失点でビハインドを許し、反撃できなかった。